向かいはですね、福田公園というところです。元心霊スポットって言われてるところなんですけども、最近は心霊スポットじゃないみたいなんで、福田公園に関してはスルーの方させてもらいます。お墓があります。ここにおかしいんですよ、この感じが。まず墓地があって、正面にね、これなんですよ、もう使ってない軽トラが放置されてて、少しの間だけライトつけますけど、ここにね、お墓が実はあるんですね。結構眩しいライト使ったんで、今スマホのライト。ここなんですけども、水島地区でして、うるせえな。そもそもね、この土地自体がまずくて、昔の台風、何年前の台風かちょっとわからんのですけど、台風によって亡くなられております。その人たちを弔った塚っていうのが、実はあの別の仙人塚っていうのがあるんですけども、それとは別にですね、ここにね、供養碑があるんですよ。何の供養碑かわからんのですけど、ここにこんな感じでね、あるんですよ、供養碑っていうのが。すごいね、茂みがあるんで、この中にね、ポツンと供養碑があって、で、まずここの交差点がわけわからんのですよ。そんな動画撮りながら歩きおったら、周りから、うおこんな感じでね、この交差点知らんかったら、間違いなくね、ぶっ飛ばされるんで、必ずこのね、押しボタンを押さなければならないっていうことで、この交差点、ほんとね、わけわからん交差点なんで、ちょっとね、皆さんに見てもらおうかなと思います。名前がですね、松竹梅交差点と言います。で、今の押しボタンを押さんかったら、永遠にこの歩行者信号が青にならんので。で、渡りまして、渡ったのに、さっきね、マンションの前、何気に通ったんですよ。そうしたら、カップルがね、路上でイチャついてて、抱き合ってたんですよね。言ってしまえば路上セックスをしてたっていうあれなんですけど、これあの地下道なんですけども、たまにね、やばいことが起きとるみたいなんで通りません。種松山の動画で言ったんかな、地元の人間に聞いたらやばい場所が結構あるっていう話で、まあ、この地下道もやばいんで、とりあえずな、監視カメラはあるんですけど、実際にそれを警察の人が見とんかどうかって話なんで、あの地下道は夜は入らん方がいいっていうことで、何があるかわからんってことで、それは避けようと思います。結構ね、この辺ね、水辺なんですよ。街灯がねえっていうのはね、なかなかなもんで、水島地区はですね、本当街灯がないんですよ。真っ暗なんで電気があった方がいいんですけど、さっきの松竹梅交差点の、ん？誰かいるのか？あ、影か。人の形に見えた、これ。声の、人の形に見えた、これが。何や、青になるか、ここ。あ、なった。で、松竹梅交差点のすぐ近くにある交差点なんですけども、またね、これがよくわからん交差点で、あ、これ向こう行ったらさっきの大きい通りに出るんですよ。で、これが交差点ね。で、これをとりあえず今からまっすぐ行くんですけど、ご覧の通りね、まあ、周りマンションがあって、こっちね、病院なんですよ。街灯がね、ないからね。で、まあ、先ほど話をした仙人塚に関しては行きません。あそこはあの不気味なところではないんですよ。場所的に不気味なところではないんだけど、まあ、住宅地の近くにありますんで、行ったところで何なんだっていうような場所でしたんで、
あえて行きません、あそこは。で、ここも交差点なんですけど、地下道が実はあるんですね、あそこに。これ地下道なんですけど、なんとね、横断歩道がこの縦のラインだけあって、横のラインにね、横断歩道がねえくせにあそこに地下道があるっていうね、ほんと謎な作りなんですね、ここは。え、ここね、交差点もう一個あるじゃないですか。これもね、わけわからんのんですよ。まっすぐ行きゃええのか、こっちのルートが正解なのかわからんのんですよ。とりあえずこう行きます。こう行きましたらどこに出るかって言ったら、先ほどの、大きい道に出ます。これ真正面が供養碑のところですね。で、今来た道を今度戻って、で、ここ今度通ります。で、これが地下道ですね。何が起きるかわからない地下道への入り口があって、これをまっすぐ行きましたら歩道がないんですよ。これね、すげえ困るんよ。こう来てこう見るじゃないですか、歩道がないんですよ。どうするんか言うたら、こっちの車の動きを気にしながらこう渡るんですね。で、そうしたら今度はこっちから来る車を気にしながら通らんでいけんのんですよ。で、こうまっすぐ来るじゃないですか。そしたら、ここはどこだ。あれ、ちょっとおかしいな。あそこのマンションでカップルが住んでると思って、こっち行きゃいいんか。こっちはだから正解か。で、これもね、実は地下道なんですよ。ああ、もうおらんな。ここでね、カップルはね、セックスをしてた現場ですね。向こうに向かって逃げていったんですよ。さすがにおらんか。でも、はよう、こんなところでやるわな。今度ね、これの戻りなんですけど、またね、おかしい感じの場所がありますんで、今からそちらの方立ち寄って今日のこの動画終わりたいと思います。ちょっと怪しげな場所に来ました。向かいはですね、どう見ても廃墟です。なんですが、このお地蔵さんの意味がちょっとわからなくて来ました。こんばんは。千羽鶴があって、お地蔵様がいらっしゃってなんですけど、僕にはよくわかりません。とりあえず来てみた感じですけど、で、まあ、ここにね、実は水飲み場があって、で、まあ、座れるベンチがあるんですよ。で、ここは交差点で、すいません、失礼します。水島臨海鉄道というのが走ってまして、ここも事故が結構多発しているポイントでして、歩道がこんな感じで続いてると思いきや、はい、ないんですね、歩道が途中から。わかりにくいけど、こっからないんですよ、歩道が。こう歩道があったら、普通はこんな感じで歩道が続くんですけども、あそこを境に実はないんですよ、歩道がもう。結構、ほら、ないでしょう。で、こっち側も、もうあそこで切れたんですよ、歩道が。相当、やばい場所なんで、
それは交通事故はしょっちゅう起きるだろうみたいな、そんな感じの場所ですね、ここは。ここもやね。ここも相当やばい場所ですよ。